4.0レーザーライフルや走行プレートサングラス黄色いコアなどの要素で構成されている巨大なトイレのキャラクターです g マンスキビリトイレ4.0はアップグレードによってレーザーライフルの出力が大幅に向上しており以前まで傷一つつけられなかった敵にも大きなダメージを与えられるようになっています飛行するためのジェットパックのほかに推進用のロケットエンジンを身につけているため非常に敏捷性が高く一瞬で遠く離れた場所まで移動することができます 3.0機械仕掛けの手足や電子機器走行プレートなどを身につけている灰色のトイレのキャラクターですサイエンティストスキビリトイレ3.0は施設内に備え付けられている装置の操作や特殊な能力の使用などあらゆる物事を手元のキーパッド一つで実行することができます科学者であるにもかかわらず戦闘を得意としており波大抵の敵であれば蹂躙できるレベルの優秀な攻撃力と破壊的な攻撃を何発も耐えることのできる高い防御力を有しています トランスポーター、タ金属製の爪やプロペラ輸送コンテナなどで構成されている2体の大きなトイレのキャラクターですダブレットトランスポータースキビリトイレは非常に優秀な耐久性と敏床性を有しており激しい戦いの最中であってもコンテナに詰めた荷物を傷つけることなく運搬することができます荷物の輸送に特化した存在であるため戦闘に必要な技能や装備性能などを有しておらず敵に攻撃されても反撃せずに逃走するといった手段しか取れません プランジャー黒をを基調とした服を身につけているカメララのキャラクターですプランジャーマン3.0はプランジャーを用いた戦闘を得意としており投擲や打撃といった攻撃で敵に致命的なダメージを与えることができます感情をあらわにすることが多く仲間が見捨てられた際には激怒した様子を見せましたプランジャーマン3.0は潜入作戦中に機密情報を入手していましたがそれを他者に伝えるよりも前に 秘密を守りたいと考える敵の攻撃によって命を落としてしまいました。2.0黒を基調とした衣服や武器、ジェットパック、女性のような肉体といった要素で構成されている頭部がカメラのキャラクターです。ブラックカメラウーマン2.0は優れた機動力と攻撃力を兼ね備えた存在であり、自由自在に飛び回りながら、両手や頭部に取り付けた銃で敵を撃ち抜きます。攻撃に用いられる能力だけでなく、防御に用いられる能力も優れており。 高い場所から勢いよく地面に叩きつけられても問題なく活動を続けることができます。ラージ先端にスピーカーが取り付けられたロボットアームを身につけている大きなテレビのキャラクターです。スピーカーモードラージテレビマンは他者の行動を阻害する能力を有しておりテレポートに伴って発生する黒い霧を吸収して敵の移動を無効化することができます。非常に攻撃力の優れた存在であり モードラーもジテレビマンが放ったテレビの光を直接浴びた存在は一定時間視界を奪われ体に当たる膨大なエネルギーによって勢いよく吹き飛ばされますアームドさまざまな武器や防具で身を固めている頭部がカメラのキャラクターですアームドノーマルカメラマンは最前線に送り込まれた造園部隊の一員であり先行してスキビリトイレの基地に潜入していった部隊のバックアップ活動を行っています大きな爆発を発生させるトイレットペーパー型の手榴弾や 高温の青い炎を放つ火炎放射器といった高性能な武器を身につけているためアームドノーマルカメラマンは波大抵の敵であれば簡単に排除することができますクロウ6本の金属製アームとメガネを身につけている白色のトイレのキャラクターですサイエンティストクロウスキビリトイレは優秀な頭脳と手先の器用さを兼ね備えており普段はスキビリトイレの軍備増強を担う科学者チームの一員としてそれらの能力を存分に発揮しています 前線に出て戦いに身を投じることのない生水粋の科学者であるため戦闘に関連する技能や経験に乏しく前触れなく戦闘に巻き込まれてしまうと足がすくんで動けなくなってしまいますメカレーザーライフルやジェットパックサングラスなどを身につけている巨大なトイレのキャラクターですクワッドレーザーサイエンティストスキビリトイレメカは地下に収容されておりサイエンティストスキビリトイレが乗り込むと動き出します装備しているレーザーライフルは高性能なものであり 鋼鉄の扉でさえもやすやすと貫けるレベルの攻撃を繰り出すことができます外角を狙う攻撃に対して高い耐久性を示す一方で内部を狙う攻撃には弱く中に入られるとなすすべなくやられてしまいますオクタヘルメットや装甲プレートサングラスタレットといった部品で構成されている大きな灰色のトイレのキャラクターですオクタプレットランチャースキビリトイレは遠距離からの攻撃を得意としており 砲台のように体を固定した状態で狙いを定め離れた場所にいる敵に向けてミサイルを撃ち込みます攻撃に用いられているミサイルは他のスキビリトイレたちが使っているものよりも高い威力を有しているため強固な装甲を身につけている敵にも損傷を与えることができますクロウ金属製の足や機械仕掛けの下鋭い爪を持つ白色の小さなトイレのキャラクターです単体では何もできない同種のスキビリトイレと異なり クローパラシティックスキビリトイレは他者の助けを借りずに宿主となる敵の背後を取って寄生することができます攻撃力や防御力体のサイズなど戦闘において有用な能力に欠けているため身体能力の優れた敵に寄生しようとしがみついてもすぐに引きはがされて簡単に倒されてしまいますアシット飛行機のような機体とドラム缶プロペラサングラスなどで構成されている灰色のトイレのキャラクターです アシッドバレルエアプレインスキビリトイレは両翼に取り付けられている3入りのドラム缶を上空からばらまいて地上にいる敵や建造物を溶かすことができますドラム缶はそのような大規模な攻撃を行うことができるといったメリットを有している一方でその重量によって運搬に携わっているスキビリトイレのスピードを落としてしまうといったデメリットも有していますゾンビ黒いスーツを着用している頭部がいびつなカメラで構成されたキャラクターです ゾンビカメラマンはウイルスに感染したことで肉体の構造が変化しておりそれによって銃で撃たれても活動に支障をきたさないレベルの頑丈さと蒸気を逸したレベルの身体能力を獲得していますまたそのウイルスの影響は思考にまで及んでおりカメラマンであろうとスキビリトイレであろうと同種のウイルスに感染している存在を味方それ以外の存在を敵と認識するように変化していますタイタン雲とスピーカーが合わさったような頭部を持つ巨大な人型のキャラクターです ゾンビタイタンスピーカーマンは非常に優秀な攻撃力を有しておりゾンビの進行を完璧に止める防壁でさえも胸に搭載されているコアからレーザーを放つだけで簡単に破壊することができますゾンビ化したことによって腕が4本に増えているため正常であった時よりも近接戦闘においての攻め手が多様化しており遠距離武器を用いずとも強大な敵と対等に張り合えるようになっていますサイエンティスト金属製のアームや眼球 小型ののレレーザーーザラライイフルをを搭載したメガネななどを身につけている、巨大なトイレのキャラクターです。ゾンビサイエンティストスキビリトイレはウイルスを用いた実験を行っていた際にゾンビに噛まれその結果現在の醜い姿に変化してしまいましたゾンビ化したことによって耐久性が著しく向上しており頭部を破壊されて脳みそが消失した状態であっても活動を継続したりすぐさま肉体を回復させたりすることができますゾンビ 先端にチップ層が取り付けられているロボットアームや口果てて骨が見えている頭部といった要素で構成されている大きなトイレのキャラクターですゾンビジェットパックデュアルバズソースキビリトイレはウイルスに感染したことによって理性を失っており見境なく周囲にいる存在に攻撃を仕掛けます頭部の腐敗によって知能や注意力などが著しく低下しているため何か一つの物事に取り組み始めると視野狭窄に陥り他のことに気が回らなくなってしまいますハンマー 大きなハンマーと筋骨隆々の肉体を持つ頭部が鉛筆のキャラクターですハンマーペンシルマンはその見た目通り非常に高い身体能力を有しておりハンマーを振り回すだけで周囲に存在するスキビリトイレを便器ごと粉々にすることができますまた地面から鋭く尖った鉛筆を出現させるといった特殊な能力も有しておりこれを使用することで広範囲に存在する敵を一掃したり巨大な敵を一撃でほふったりすることができますペンシル モノククロのの衣服と手袋を着用している頭部が鉛筆のキャラクターですノーマルペンシルマンは近距離での戦いを得意としており戦闘の際にはパンチやキックといった都市格闘で敵を翻弄したり頭部の鋭く尖った鉛筆を用いて敵の急所を貫いたりします攻撃面だけでなく耐久面でも優秀な性能を有しておりたとえ肉体の一部が欠損したとしても鉛筆でなくなった部位を書き足して身体を元の状態にまで回復させることができます スレンドリーナ・キングコブラと女性が合体してできた顔や酸性の液体で満たされたドラム缶などで構成されている灰色のトイレのキャラクターですスレンドリーナ・スキビリトイレは非常に優秀な攻撃方法を有しておりその体の大きさを生かして高所から霧状の酸をまき散らし周囲に存在するものを溶かし尽くします予備の酸を大量に用意しているため長期の戦闘を得意としており移動しながら延々と攻撃を繰り返して広範囲を壊滅状態に追い込むことができます リム、細長い足や金属製の腕ガスマスクといった要素で構成されている巨大なトイレのキャラクターですリムフォージストライダースキビリトイレは高い攻撃力を有しており数十メートルもの大灯を振り回して周囲に存在するあらゆる物体を切断することができますまた高い攻撃力のほかにテレポート能力も有しておりどこからでもその存在を確認できるような巨体であるにもかかわらず誰にも気づかれずに敵の不意をついた場所に出現することができます